No more talking about ペーパーバンタム級王座決定トーナメント本気でゴーシブに向かい合ってハリソが勝ちました。無差別系トーナメント、ストレート来た。本当に嬉しい。When you're here, when you're here. タイトルマッチを行います。 K-1 の女子の舞台を背負っていきたいと思ってます。世界最強決定トーナメント、タイトルマッチ、これが K-1 です。アッパーネオナ、ネオナペタスです。この戦本当に大事な戦だと思ってるんで。No matter how, I will win the fight. 海外の強豪と戦うっていう中で自分も最強にやっていきたいなと思ってます。武尊選手も倒せてない選手だと思うんで、 KO で勝って K-1 のスターになりたいなって。狙ってるのが K-1 のベルトなんで、取れるチャンスがやっときたなって。いろんな道はたどってきましたけど、思い描いてきたこの道につながってくるんだなって。負けたら全てを失うと僕は思ってるんで、何が何でも死ぬ気でこのベルトを取りに行こうと思ってます。ミブロー、本当に悔しくて、このトーナメント誰が一番勝ったら面白いかって言ったら、まあ、それはもうわしやと思ってる。前回負けてしまってめちゃくちゃ悔しい思いしたんですけど、 K-1 ネクストはやっぱり久村だなって思わせる試合をして勝ちます。トーマ選手にいい勝ち方すれば次の挑戦者は久村だなって。ここで負けたらほんまにまた一からやと思うんで、全力でまあ潰しに行きます。